決めるか。今日でダブルフィニッシュ決めたるわ。正直ラインナップね、噛みすぎて外れねえのよ。これ外れないんだけど、ライゼックス欲しいね。めっちゃもう画像の時点でこれさ、本物やべえだろうな、見たい。しかしさ、リノバルド見たい。このデコボコボディ超見て、いやかっけえ。エフェクトずるいよね、この加工めっちゃかっけえ。そしてね、さっとラギアクルス、このボディ超見たくない、このうねってるボディ。うわ、ドラゴン、これぞドラゴンボディ、めっちゃかっけえな、本物みたい。しかしさっとね、ガムート持ってるけどかぶりたいというね、このクオリティのダブルガムートっしょ。全然 OK、 もう並べる、もう余裕で並べてニヤニヤするコレクションめっちゃかっけえやばいよね、この迫力、このシリーズ。しかしだあ、上ね、上でもね、一番の狙いとしてはこの玉三つねが欲しいんで、前出せなかったからすごく出したいんだけど、やはりね、もうダブルフィニッシュいきたいんだ俺は。まずはザン、黒影王リオレウス。このリオレウスの迫力、画像の時点で神ってね、これ絶対欲しい。もう何個かぶっても3つ全部トリプルでもいいもんね。黒影王リオレウス、もうこれが一番の狙いだねよな、やっぱな。まあ玉三つでも欲しいけど、まあ一番の狙いとしてこのリオレウス、ダブルフィニッシュ決める、このリオレウスナンバーワンでいこうと思う。そしてダブルフィニッシュの相方、もう片方はザン、四六姫リオレイヤ。出すしかないでしょ、ダブルフィニッシュ。このダブル、おお、まだ出してないのに胸が包まれる、幸福に包まれる絶対欲しい。でもね、今日ね、なんと奇跡ミラコン3つもゲットできたからいけるんじゃない。もうワンボックス一応聞いたんだけど、ね、店員さんにもうないと言われ、ここに出てるので最後と言われ、とりあえずでもね、3つもあるから絶対にとりあえず3つゲットできたからいけると思う、このダブルフィニッシュ。今日はこのダブルフィニッシュを決めるというね、目標を立てて、あと玉三つでも来たら最高なんだけど、他のも欲しいのあるからな、ちょっと怖いよね。ナルが来るが、もう何個来ても OK、 もうナルはね、何個来ても OK だからマジで。でもラギアクルスまだ持ってないから出したいな。よし、行きましょうか。じゃあまずはこのね、ちょっと重たい感じの箱から行こうかなと思っているんだよね。ちょっと重たい、ラギアクルスとかゴロってる。でもね、ガムートの可能性もあるんだよね。ガムートの可能性、ゴロってる感じのやつは。でもまあ被る可能性あったんだけど、被っても全然 OK ということで買って、いや、違うかもしれないからね、もしかしたら。違うの出るかもしれない。それわかんないから、そこはわかんないから、開けてみるまではわかんないでしょ。うわぁ、めっちゃドキドキする。ほんとにこのシリーズさ、やばいよね、もう。出す瞬間のこのドキドキ感がすげえ、もうなんか異常なんだけど、このシリーズ。妥協許してないからな、フィギュアのクオリティ。うわぁ、緊張する。頼むぞ、ほんと頼む、ほんと頼む、ほんと頼む。リオレウス、リオレイヤ、あっ。来た何来たちょっと待って、顔見せて、ごその見せて、なんだこの顔、完璧リヴァイアさんじゃんこれ。リオレウスとリオレイヤと玉三つねのトリプルはちょっとねできなかったけど、まあまた次回できればいいということで、今回、うわマジやばいそうかちょっと待って、これ本当に冗談できる、妥協許してねえわ。何、熱いもんね。持ってて熱いもん、もはや、これ。熱さを感じる。すげえなこの、うわ、尾びれ。かっけえ。こいつもうねるからね。うねるんだよね。このうねる生物すごく好き。ドラゴン系でうねる。うわー、真ん中。この真正面からの図。すげえ。ボディの真ん中。この、うわ、重量感あふれる。ボディ。かっけえ。さすが、塩化竜。いやもうほんと顔リヴァイアさんみたいな。火山に住むリヴァイアさんって、うわ、めっちゃかっけー。塩化竜降臨、アグナコトルでした。一発目はね、アグナコトル。もうめちゃくちゃかっけー。初ゲットだし。うわー。これか、やばい、これ完璧だわ。これ完璧。ちょっと被ったら色を塗ろうかな、これ。被ったらもう一個ゲットできたら、ちょっとあれ自分でリピートしてみよう、これ。ボーナスパーツはこれで、尻尾の部分だよね、これ。尻尾の部分ということで、次の箱なんだけど、ちょっと迷ってるんだよね。めちゃめちゃ重てえ。もうこれやばいんだ。さっきのもゴロゴロしてたんだけど、これね、でもその日にならんぐらいね、ゴロゴロ、もうめちゃくちゃ重たいの。スーパーヘビー系の箱か、すっげえ軽い。もうほぼ重さを感じないくらいすごく。綿のように軽い。トレーニングできないぐらい軽いね、このね。箱ダブルあって、なんかさ、重いやつってさ、やつっぽいじゃん。だからこれ最後にメインディッシュで持ってきて、この軽いやつを攻めていこうかなと思ってるんだよね。めっちゃ軽いんだけど、なんか、リオレウスとか、リオレイヤー軽そうな感じはするんだよね。だからこのダブル。で、重いのがね、俺ちょっとね、玉三つねっぽいっていうちょっと予感を感じて、これ重そうじゃない？すごい。うわ、いいね！見たいね、玉三つね。今日絶対見たいね。トレーニングしたいね、見て。よし、行くぜ。まず軽い方から。これはもうダブルで、どっちかだと思うの。で、ダブルフィニッシュできないと思う、今日。この重さ、なんか重さ的にさ、ある程度、いやでも俺外すからな。俺こういうのマジで外すんだよ。だから当てにならんから、ちょ、開けてみるまでは、わからないと。この目で確かめてみなくちゃ。はぁ、いくぜ。大胸筋の準備はいいか。いくぜ。鍛えてるか、大胸筋。いくぞ握力儀式からの高速ス、待って。ボーナスパーツ来たな。ボーナスパーツ。これキリンの胴体部分だよね。これキリンの。だよね。キリンの胴体部分すげえ。めっちゃかっけえ。もうこの時点で初は決定している。このボーナスパーツ持ってないから、初ゲット。絶対初ゲットなんだけど、何が来るって棒がある。ちょっと待ってくれ正直。来た。予想が初めて当たったかもしれない。やったきたー。ちょっとおつけ苦しい。目が見えない。目がチバチバしている。美しいボディだ。え、待って、マジで？え、これ夢じゃないよね。俺たまに夢で見るんでね、これ開封動画のやつ。で、起きてテンションさ、夢かいみたいな。これ絶対夢ではないよね。やばいわ。これマストだわ。これマストゲット。次元違え。イケメンレベルの次元が違う。超かっけえ。やっぱりな。これすげえ軽かったから、どっちかだと思ったんだよね。本物じゃん。もう生きてるじゃん、こいつ。もう生きてるって。バサリ。完璧なら生きてない、これ。もう完璧にさ、生き物じゃん、これ。もう。生きてんじゃん、こいつマジで。いや、これ、普通に生きてるわ。もうわかる、俺は。もうこれ生きてる。このクオリティ。すげえ。生物じゃん、完璧な、これ、生物。生きてるじゃん、こいつ。うわぁ、かっこよすぎ。もう次元違ったわ、やっぱり。まあ、自分の好きなんでモンスターっていうのもあるんだけど。この幸せな並びなぁ。やべえわ、もうかっこよすぎるわ、リオレース。ほんと。やべえ。つうか、ダブルフィニッシュマジでいけるわ。あ、じゃあ、いけねえわ。今日ダブルフィニッシュ絶対無理だ。これ、絶対に、この重さ。いや、すっげえ重て、ヘビー級。もうこれ、玉三つじゃんね、玉三つ。お前、玉三つじゃないの今日。絶対ね、いや、でもダブル決めたいな、リオレイヤー。リオレイヤーまだ持ってないからな、ちょっと決めたいっていう気持ち、ダブルフィニッシュ行きたいんだけど、いや、でもリオレウスでもいいよね。こうなったらね、もう2回出るんかい、みたいな。リオレース、トリプルでも全然 OK なんだけどな、ちょっと、でも、あれだ、絶対違うから、もう重さ的にも絶対違うから、行くか。もうすっげえ重たい。あ、でもディノバルディっぽくね、これすっげえ重たいんだよね。まあ、とりあえず開けてみるまでわからないということで、いや、ワクワクしてきた。最後の、いきます。かっこよかったな、リオレース。うわー、本当に幸せ。めっちゃかっこいい。もうずっと見ていられる。美しい。棒がいいよね。棒がいい仕事するよね。飛んでる感じにできるって、バサバサと。素晴らしい。そして、最後の一歩目。いくぜ。出てこいや。頼むぞ。出てこいや。いや、もう何着ても良くなったわ。もう、被っても全然 OK。被ってももう、なんか OK だな。これ全然 OK。もう何着てもいいや。とりあえず、かっこいい。全部かっこいいから、もう何着てもいいと言って。すげえガブートきまくる。最後は、やべ、重たいのガブートだわ。スーパーヘビー級ガブート。間違いない。これ、めっちゃ重たいやつ。予感はしていた。このガブートめちゃくちゃ重たかった記憶があったから、いやでも違うの、玉三つねっぽいかなとは思ってたんだけど、やっぱね、ガブートだった。スーパー重たい。もうスーパーヘビー級。スーパーヘビー級はガブート。間違いないわ。これだわ。やっぱこれでガブートだよな。重てえもんな、このガブート。すっげえ、もう重量感もヘビー級、完璧なるヘビー級のガブーと迫力がすげえな。まあ、被ったやつはちょっと色をね、塗りたいと思う。お店にね、飾ってあるんだよね。このシリーズの、店員さんが塗ったっていうね、塗るとこうなりますよ的な感じのやつが置いてあって、横に色塗りセットとかも置いてあんの。で、めっちゃかっけえの。もう別人、別人になってんの、この人たち。すっげえかっこよくなってた。俺も、いや、メタリックで塗りたいんだよね。この青、ブルーとか、この赤の部分はメタリックレッド。で、いや、かっこよくしたいんだよね。まあ、一個被ったやつはね、ちょっとやってみようかなと思っている。塗りたい。塗ってかっこよくしたい。まあ、失敗してもね、まあ、自分のオリジナルのガブートということで、よしとする。ということで、今回は、モンスターハンタースタンダードモデル、プラス、ザ・ベスト、開封レビュー動画でした。めちゃめちゃかっこよかった。いや、このシリーズまたやりたい。売ってるかな？これ結構前のシリーズだからね、際どいんだよね。売ってないかもしれない。もうないって言われたし、ちょっとでも探しても、ラギアクルスとかこれまだ持ってないから、この人まだ持ってないの俺、いや、欲しい、ラギアクルス、うねり感みたいね。並べたくね。うわぁ、火山ドラゴンのかっこよさね。すげえマジで炎を感じる。熱さを感じる。並べたいなと思っております。つうかコンプしたいんよね。今日の一番の収穫はね、ダブルリオレウスできたことかな。これ一体塗る。こっち塗る。こっちのやつ、今日出したやつ塗る。めっちゃ楽しいな。メタリックに塗りたいな。あと炎の感じ出したいんだよね。熱い。めちゃめちゃ熱い感じ。見てるだけで、燃えたぎってくる。トレーニングしたくなるよね。いや、まあ、この時点でトレーニングしたくなるんだけど、かっこよすぎて、ちょっと塗りたいなと思っております。それでは、また次回、次の、モンハンフィギュアでお会いしましょう。いやー、かっこいい。やばいね。これダブル。あと、お姫様出さなきゃな。お姫様。